やっちゃうよ、大丈夫です。ということで、今日もやっていくんですけど、今日はね、まあ、6000、あ、トロフィーが高いっていうのは関係なく、はいはいはい、ということで、これですね、2.630。まあ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 、実際使ってみたんですけど、割とありな感じだったんで、ちょっとね、ちょっとやってみようかなみたいな感じで、まあ周りの人もね、なんか、2.何とかやってたんで、ちょっとね、俺も流行りに乗ってみようかなみたいな感じで、2.630やっていきたいと思います。まあですね、2.6 ホグはまあ言わずと知れた感じがあるんですけど、言うても、なんかね、残り1分入ったら30種ご利用しできちゃうんで、いけそうっすね、普通に。とりあえず、多分待つデッキじゃないんで、めちゃくちゃデッキ回していきます。もうここでクロス種を漂わせる。全然動いてこない。アイゴレしかいないんで。穴掘りをね、入れようと思ったんですけど、やっぱそれだと 2.8 になっちゃって、ちょっと甘えかなみたいな、甘えが生じちゃうところがあるんで。よいしょ。よいしょ。ああ、美味しいな。なんだ、そのファイは。よいしょ。とりあえず有利を取っていき。なんかまだプリンセスが回ってない気がするんで。よいしょ。はい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 。はいはい、ザップもランマーを使っちゃって。あんたそんなことしてどうすんのって話。よいしょ。あー、それは、お粗末なこって。よいしょ、これで、合図どうだねー。こっち。よいしょ。こっち3取ってから、ファイスピが飛ぶ。はい、美味しい。はい、美味しい。もうここまで行っちゃえばみたいなのがありますね。はい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 。もう回転でご利用しできちゃうんで。よいしょ。よいしょ。よいしょ。もう一発入れちゃう。もう一発入れちゃうから、これ。オッケー。あ、これやべ。ザップ来る。あー、いらんかな。オッケー。で、まあ、あとなんだっけ。ホグか。ホグ来たらやばいな。ファイスピーマルタしかいねえ。まあまあまあ。適当に手札回してって、ホグの時だけに30種を備えて、はい。よいしょ。よいしょ、こんなん、これでいいんですよ、こんなん。あー、いてえ！いてえ！俺60種ぐらい作りたいんだけどな、本当は。あそこでザップ使ったら。とりあえず30種。よいしょ。60種作りたい。コスト軽いもんめっちゃ切っていきますね。つけ切って。ちょ、待て、待て。待て、待て、待て。待て。オッケー、オッケー、オッケー。50種で許して。オッケー。60種いいや。オッケー、オッケー、オッケー。こういうことっす。こういうことっす。よいしょ。もうご利用しですね。とりあえずご利用し。やっぱ穴掘りね。穴掘りを入れよう思うなら、やっぱ甘えなんで。そこはね、これでいきたいと思います。よろしくと。行った矢先にファイアースピリット。OK。お、行くぞ。飛ぶぞ。OK。アイスピを飛ばしていき。おや？ミラーか？主ミラーか？さては、この時代に 2.630 種を使う輩がいるのか。さては、コウモリで、あー、それは犯罪ですね。禁止カードですね。それは金貨、金貨流行ったな、遊戯王で金貨。よいしょ。いやいや、金貨流行ったな。なんか友達に遊戯王でなんか金貨になる寸前にブリューナクをもらって喜んでた矢先に金貨になった思い出がある。懐かしい。あ、ダメだ、こういうのなしで今の。よいしょ。
やば、これ後出し三重心どうしよう。あ、ファイボで来る民なんですね。知らないですよ、そんなこと。もう、あ、バルタ来た、終わりだ、これで終わりだ。よいしょ、少しでも、あー、それはまずい。やばいやばい、これやばい、これやばい。ちょっと待って、コモリを生かす。ファイスピザは残さなきゃいけないってことか。オッケーオッケー、ファイスピザで残してればもう勝ちだろ、俺の。切っちゃおう、次回せばいいね。あとファイブ打たれたくないんで、こっちに20していき、あと2枚でしょ。よいしょ、やばい、よいしょ、ロイフ投げろ、ロイフ投げろよ。よいしょ、あーやばい、あーやばい、やめてくれ。あー、やめてくれ。ちょっと待って、本当に。よいしょ、ちょっとやばいよ、やばいやばい、マジか、そうやってくるのか、やばいやばい、これいける、オッケーオッケー、守った、た、待って、ファイブ切った、もう今しかね、今しかね。よいしょ、丸太切ったでしょ、ゴーストしかいないでしょ。よいしょ、来た、これいける、これいける、これいける、た、嘘やん、ちょ、5ゴーストです、これ来るから、そう回さないといけないですよね。やめてくれー。ちょ、待って。待って待って待って。あ、これ絶対通らん。何にしてよ、俺。あー、待って。待ってよー。やめてくれよー。やめてくれー、もう。あー。あー。あー、もう。待て待て待て、まだまだ早まる時間じゃない。これで勝てばもう最強デッキ認定ということになるんで、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってろよ、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、俺ならいける、俺ならいける。いや、穴掘り入れるか、これ。穴掘り入れれば化けそう、このデッキ。さては、まあ、高回転は捨てれないんで、よし行こう、よし行こう、よし行こう。ちょっと反則ちゃんと 2.6 ってタイトルに言えるから、俺ちょっと反則だけど、まあまあみたいなとこあるな。ファイスピ逆に流していこう。穴掘り入れるだけで見違えるから、ほんと。なんでだよ、しかも全然コウモリと逆だし、なんかやば、この穴掘り。もう使わない方がよかったな、こんなことなら。よいしょ、はいはいはい。アイゴレは挙手系用に取っておきたいので、ハイスピでいいかな。よいしょ、よいしょ、強い強い、このデッキ。ちょっと待って、
強い要素とはって感じなんだけど、とりあえずナンバーとかしかいないだろお前。オッケー。これで引き出していって処理して速攻で ISP オッケーしていき、ユーノがいるからアイゴラケツからは切れないでしょ。マルタ行って、よし、オッケー、整った。届かん。よし。嘘でしょ、貴様。よいしょ、見てこれ。やばくない、この三重師。もう悟りでしょ。事の真にたどり着いちゃってるでしょ、これ。よいしょ、何してんの。ちょっと待って、もう穴掘りデッキになってる。お、まずい、これはまずい。ちょっと待って、 OK、 ちょっと待って、これやばい、やめてくれよ。ちょっと待ってよ、あんた、やばい、やめて。ちょっと待ってくれ、ちょっとだけ待ってくれよ、ちょっと待ってよ、もう無理だって、マジで。もうってことで最強デッキ紹介しました。ということで、お疲れ様でした。